生徒の永遠賢治、とは神に選ばれ、召された先民の救いが永遠に失われずに、一時的に信仰が後退し、弱められても回復の恵みを与えられるという教理であり、ドルと信仰基準が明らかにしたカルバン主義のご特質の一つである。生徒の賢民、生徒の最終的賢治、究極救済の恩恵とも言われる。根拠とされる聖句は、 ヨハネによる、福音書10時28分 -29、ローマの信徒への手紙11時29分、ピリピ人への手紙1時16分、テモテへの手紙に1時12分である。聖徒の永遠検事は、旧神約聖書の全体に掲示され、宗教改革で明らかにされた教理であり、カベナンターやピューリタンが殉教していったことが、これによって説明できると言われる。真のキリスト者であるが、 一時的に信仰から後退していたものを表す信仰後退者の距離がある。信仰後退者が主に立ち返った例として、ヒューレットウッド著ヒンミンクスにおける神、パーシーラッシュ諸、炎の中からの燃えさしなどが挙げられる。改革派進学では外見的にクリスチャンのように見え、 地上の教会に所属したことがありながら堕落した者は、最初から一般恩調しか受けておらず、救済的な特別恩調を受けていなかったとされる。ヘブル人への手紙6、4から5、ヘブル人への手紙10時26分、29、ペトロの手紙に2時20分 -22 の聖句から、アルミニウス主義では一度救われた者も堕落する、可能性があると考える。しかし、 改革派でこの聖府は、引き誘済的温調で、最高のものとみなされている。一度行を受けて天からの賜物の味を知りながら、堕落してしまったものは、救いに選ばれておらず、申請していなかったと考えられる。外見上は一時的に、クリスチャンのように見えたが、実際は、申請していなかった人のことをピューリタンは、一時的、信者、 偽信広告白者と呼んだ。ありがとうございます。